皆さんどうも、T 島です。では今回もファイヤーエムブレム無双を続き遊んでいきたいと思います。ということで今回は合流阻止戦ですね、難易度レベル30、こちらの方やっていこうかなと思います。さあ行きましょうかね。勝利条件が敵兵長の撃破およびルキナの撃破ですね。さてこっちに英雄はエリーゼとリズかな。そうですね、エリーゼとリズが出てきてますね。であとはルキナかな。それ以外は多分まあ通常のまあ弓とかだったり魔導士系だったりですかね。弓と魔導士が多いのかな。まあ一応斧とかもいるみたいですけどね、ほとんどがもうまあ弓と魔導士が多分ほぼほぼ中心になってるのかなと。さてそうですね、誰を連れて行こうかな。ペガサスナイトちょっと厳しいので、そうですね、ちょっとルフレあたりを入れといて、であとはもうそうですね、ちょっと入れ替えで、何でしょう、了解です、はい、であとこっちも入れ替えで、まあ本拠地とかですかねを、まあリズと、まあ、サクレちょっと守ってもらいながら、うん、そうですね、これで行こうかなと。ちょっとフレデリックは交換しましょうかね。マークスあたりを連れていきますかね、うん、そうですね、マークスはちょうど機動力もあるんでこれで行こうかなと思います。でアンナの記憶もないんで、じゃあ行きましょうかね。よし行きましょう。戦わなきゃいけないの。さあ行きますかね。後ろは私に任せてください。今回ちょっとまあマークスの方ですかね、使っていきましょうかね。結構機動力もあるんでね。まあ結構ね、まあ相手がちょっと魔導士系とかだったらちょっと厳しいかもしれないですけど、でもまあまあこういう風なあの何かとなんかどっかあの攻め込んできましたとかってなった時に、まあ、結構一番やっぱり馬とかですかね、飛行系がまああの何ていうんですか、機動力があるんでね。ただ魔法系やっぱり剣じゃ強いな。 OK、 これで倒したかな。そうですね、近場の拠点落としていきますかね。さてこれでいけるかな。さあさあやりました、ね、こっちから行った方が近いかな。そんな、おっとどうやら攻めてくるみたいですね。その前に何体かちょっと減らしておきましょうかね。結構お風呂の方に進軍してる敵がいるので、必要もないわ。こっちかな。あ、いた、スナイパーこいつかな。多分こいつが多分エリーゼと合流するのを阻止しないといけないと思うので、このスナイパーか。これで一応増援は防げれたのかな。あ、伝令兵もいますね。ちょうどいるのであれば倒しておきますかね。だいたいこういう風なあの名前のある武将っていうのはもうまあろくなことをしないんでね。さてちょっとじゃあ周り片付けていきますかね。何体かまだいるんで。さてそうですね、もうエリーゼを倒しておきますかね。先にもう近場まで来てるんだよね。やりましたね。
さあ行きますかね。まあまずはちょっと砦、まあ砦もちょっと落としたいですけど、まあまあ無双とかでもエレイでも巻き込んでくれるのであれば。あ、撃破しましたね。あれ結構開けなかったですね。さてじゃあ今度リーズですね。私だって強いんだからね。さて行きますかね。まあリズの方はちょっとまだあのルフレが溜まってないんでね、あの多分味方本拠地はまあ大丈夫かなと。これでいけるかどうかはちょっと分かんないですけど、倒せそうな感じもしないでもないですけどね。あ、いや倒せてない。あーそっか、リズは結構もしかしたら魔法防御とかの方が高いのかもしれないですね。ちょっと無双ゲージ貯めますかね。アーチャーの接近、あ、いたいた、こいつだな。オッケー、で、次なんで起点も落としといて、さて、じゃあそのままちょっとリズを倒しますかね。あれどこ行った、いたいた。ミッション成功です。さてそのまま多分この無双奥義で、まあ、スタンゲージも削ってくれるんじゃないかなと。で残ってれば多分この後に必殺の一撃が来ると。まあ来ましたね。やっぱりこれで倒せるかな。 OK。OKOK。でリンはこっちにいるのか。さてここら辺もじゃあちょっと片付けていきながら進んでいきますかね。鳥で、あ、こっちか。さて敵の本拠地も開門したんで、そのままそうですね、ちょっと周り片付けていきながら、ちょっとまだ左の方ですかねが結構残ってるので。なーに、あーちょっと本拠地の方にも誰か来てるな。そうですね、ちょっとマークスで変えて。さてここら辺をじゃあちょっと制圧していきますかね。結構まあアーチャーがいますけど、まあまあこっち飛行系のユニットでなければ、まあ、そこまで、まあ、恐れることはないですからね。結構なんか溜まってきてますこっちの方に。覚醒も取って、あーこっちにも何体かいますね。何、そうですね、ちょっとまあリンとかにあっちの方に行ってもらって、まあ向こうの敵はちょっと倒しに行きますかね。何体ぐらいいるんだ、2体ぐらいかな。あー魔導士か。 OK、 多分もう1体ぐらい、あ、いたいた。
でもまあ砦兵長がほとんどもダメージ与えてくれてましたね。ここら辺の敵もちょっと片付けて、さて S ランクは、うん、大丈夫そうですね。さてじゃあもう左側の方を制圧しに行きますか。まあほぼほぼもう右はもう拠点がちょいちょい残ってるだけなんで、まあ大丈夫でしょう。さてじゃあもうこっからもう神殿の内部かな、ここは。さてじゃあそのままあっちも敵が入り込んでるんで、あとはもういないかな。さてじゃあルキナ倒しに行きますか。さああとは殲滅するだけだ。うまくいきました。そうですね、あとはもう拠点だけっぽいんで、もうそのまま敵本拠地に行きましょうかね。ここであなたを止めてみせます。さて覚醒で行きましょうか。さてまずは砦を起こして、さてこれで多分終わりかな。オッケー、よしこれでクリアですね。はい、戦績の方も S ですね。でバトル報酬が鋼の剣、剣というか剣ですね。まあ剣かな。皆のために戦えたことが一番の誇りだ。さてまあまだここら辺は鋼ばっかりですね。待ちきれません。あーもういっぱいですね。あーどうしよっかな。そうですね、ここら辺ももうポイポイ振っていきましょうかね。弱攻撃はなんかあんまり手に入らなそうなんで、ちょっと取っておきたいんですよね。もうここら辺は大丈夫かな。うん、これぐらいで大丈夫かな。まあこれもいいかな。よし、まあこれぐらいで大丈夫でしょう。あとはそうですね、大丈夫そうですね。さてそうですね、次回はこっちかな。まあこっち側は多分難易度レベル50なんで、あと多分もう50がずっと続くと思うんですよね。あ、まあ最後は54かなので、そうですねこちらですね、時間内に多くの敵を倒せ難易度レベル49、こちらの方を次回やっていこうかなと思います。ということで今回はこの辺りで動画を閉じさせていただこうかなと思います。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。それじゃあまたねー。